子供はあせもができやすい？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。ヤマト君、コタロウ君、サスケ君はクワガタのお世話に夢中です。今回パパとママからこんな質問が。子供はなぜあせもができやすいのでしょうか。お答えするのは皮膚科アレルギー科しおりクリニックの加藤しおり院長です。子供は汗腺の数は大人とほぼ同じなのに、大人よりも皮膚の面積が少ないため大量の汗をかいてしまうからです。汗をかいたままにしていると汗の出口が詰まって炎症を起こします。小さな水ぶくれや赤い小さな発疹ができ、辛いかゆみやチクチクとした痛がゆさを伴います。かき壊して飛び火になることもあるため、汗もができないように対策しておくことが大切です。予防するにはどうしたらいいですか。汗をかいたら適切なケアをしましょう。外出先であれば濡れたタオルなどでそっと押さえるように拭き、こまめに着替えさせましょう。帰宅後はシャワーで汗を洗い流して肌を清潔にします。肌が乾燥すると皮膚のバリア機能が低下するため肌トラブルが起こりやすくなります。毎日の入浴後に保湿をすることも大切です。外遊びはなるべく日差しの強い時間を避け、朝夕の少し涼しい時間にしましょう。室内ではエアコンを入れて汗をかかない程度の温度を保ちます。子どもは夏だけでなく冬でも汗をかきやすいので、季節を問わず吸湿性や通気性に優れた肌に優しい素材の下着を選びましょう。汗もはかけばかくほどかゆみが増し悪化してしまいます。ひどくなる前に皮膚科で適切な治療を受けましょう。汗もができないように気をつけます。番組では子育ての疑問悩みをお持ちの出演者を大募集。TNC ハグハグからご応募ください。